こんにちは、シトーレです。今日はですね、どこにいるかと言いますとリステアですね。そしてマイコさんです。クリエイティブディレクターのマイコさんです。今日はですね、何をしようかと思っているんですか。何どうしたどうした、ね、今日口回らなくなったどうした回ってるの回ってる今日ですね、今日はですね何をしたいかと言いますと、スタイリングですね。マイコさんのシチュエーション別6スタイリングですね、マイコさんにお願いしています。割と結構無茶ぶりをしたんですけども、どんなのかと言いますと、まずこの間パリだったので、パリコレで気合を入れておしゃれをする日、2つ目、ね、ショールーム巡りですね。パリコレ今日は2万歩歩くぜという日。3番目が目覚ましテレビでラッキーカラーが赤と言われた日。4つ目が、ディナーデートな感じで、5つ目がデニム祭りな1日で、最後は、シオンですね、猫ですねそうちのシオン、マイコさんところの猫と1日家で戯れる日の6スタイリングです。じゃ早速なんですけども、パリコレ気合い入れておしゃれをする日で、はい、お願いします。はい、はい、じゃあお願いします。じゃん素敵でございます素敵でございます。ドレスアップですね。ありがとうございます。ザ・モードですね。全身グレーから下の方に行くに従って光り物になっていくっていうね。光り物青魚系ですね青魚系で、はい、これは早速聞いていきたいと思います。そのでかいジャケットはどこですか。でかいジャケットとシャツはベトモンになります。ベトモン、なるほど。ジャージっていうか T シャツの素材でできて、本当だ本当だ、本当ザ T シャツ、でもなんかこうこれがね、芯入ってるから、そうですね、ちゃんと仕立ててあるね。え、面白い。カジュアルだけど、ちょっときちんとしてる、はい、光り物、光り物はバレンシアガのデムナの初期のブーツになります、へえ。スカートは、スカートはクリストファーケーンという、クリストファーケーン、夏、はい、ちょっとここスリットとなんかこの、光り物はね、DHA とか入ってるからね、そう頭良くなるからね。そうですね、なんかちょっとインパクトがある感じ。アイコのバッグ もバレンシアガですね。なるほど、差し色になってますね。しかもなんかちょっとハートマークとか、なんか可愛いんだか可愛くないんだかちょっとよく分かんないやつ入ってますね。荷物が多くてもすぐ化粧直しとかできるように、このでっかい感じがこうモード感がありますね。ワールドワイドレベルのモードなおしゃれでございました次はショールームを巡ります。今日は2万歩歩くぞというその日でスタイリングでお願いします。どうもどん、おーおーおー、何これ、これは何ですか。これはコートドレスになります。コートドレス、はい、何すかそれ。コートのドレス、コートのドレスどういうこと。なんかこうコートだけどシャツ地で薄手なので、上にアウターも着れるし、トレンチのもうちょっとカジュアル版、カジュアル薄い版。これはこのくっついてるんですよ。へえ、どこのこれ。ジャックムスです。へえ、ジャックムスなんだ。そうですね、かわいい。荷物がやっぱりあのバイングの時多いんで、ポッケがいっぱいあるバッテリーとか、あ、分かる分かる、はい、充電、携帯切れがち、携帯切れがち。インナーが、インナーが、ボンボンという韓国のブランドの、さっきもそうかもしれない、トーン合わせるのが好きなので、最近の流行り、最近の流行り、マイク的流行り、はい、ワントーン流行り、ワントーン。バッグが、バッグがバレンシアガの大きいやつ。バイムの時荷物ものすごく多いし、資料とかも多いので、だんだん増えない、だんだん増えるから、朝は空っぽで、紙とかちょっとちょっとおやつとかおやつとかで、靴が、靴も、バレンシアガのクロックスコラボ長靴になります。なるほど、歩きや、これは2万歩歩けるやつですね。2万歩歩けます、ね、いきますね、はい、ほんとぶっちゃけそのさ、バイイングするときって何歩くらい歩くの。本当に2万歩以上歩く日が多分1週間の中で3日ぐらいはあって、すごいよ ね、足がすごいもげるぐらい。でもそれでもヒール履くの。履く、さすがでもたまには死んじゃうので、ちょっと楽ちんな靴で。こういう風にして、あのリステアっていうのは出来上がってるんですねそうですね、私の足を、マイコさんの足を犠牲にし犠牲にして次はですね、目覚ましテレビでラッキーカラーが赤と言われた日です、はい、ニャニャッチはドン、おー、ラッキー
キーカラーめでたい感じするめでたいですか。かわいい。これはちなみにどこですか。これは真っ赤かな、スカートが堺で、この中に着てるやつはベトモンのワンピース、はい、ベトモンの上に堺のその重ねて、うんうん、でルシェルブルーの赤いセーター、すごいレイヤードに見えないレイヤードですね。そしてグレーを合わせてますが、靴は、ステラ・マッカートニー で、うんうん、でバッグがセシリーバウンテンのものになります。セシリーですね、はい、あ、なんかリステアっぽいブランドのラインナップが赤にグレー合わせるのが舞妓さんっぽいなって思った。なんかウルトラマンかなと思ったので、そうだねなのでちょっと花柄を入れた方が安全かなと思って下にワンピースを。堺のそのプリーツ そのたくさんレイヤードしてあるのがすごい面白いね、うん、いろんな幅が違うものが入ってるからすごい動きが出てる、面白い。楽しいですよね。ちなみにルシェルブルーも舞妓さんが、ディレクション。そうですね、デザイナーは別にいてディレクションをしてます、うん、何でもできる子なんですよなんかでも3人分くらい働いてないね。え、ねまた今普通にカフェにマジ話してる話にスンってなった感じ。次はですね、ディナーデート、ちょっとドレスアップですか。うん、うん、そこそこ舞妓さんなりのモテる系で、はい、よろしくお願いします。いい、はい、どう、あモテるかな。なんか上半身はモテるモテるって思ったけど、下半身見たらモテないかな。あれどっちかな。なんかあんまりこうトゥーマッチになっちゃうとあれかなということでデニムで。確かにこれに普通に例えばフレアとかだったら完全に寄せに行ってるからちょっとカジュアルにしたんだろうなっていう。なんかあんまり高いものすぎなくてもいいですよっていう。私別にそういう天井高いレストランじゃなくても大丈夫です、はい、みたいな。デニムのとこ、デニム履いてるんであんま高いとこじゃなくてもいいですよという余白を。ちなみにこのジャケットは、ジャケットはバレンシアガの本当はトップスで、それを逆にして後ろボタンのトップスなんですけど、うん、あーなるほどなるほど、それを逆にしてジャケットにしてます。すごい、全然思い込まなかった。すごい、なんかニットなので両方着れるので、うんうんうん、経済的、経済的、はい、はい、どこにいる、ね、なんでこんな目が、分からない、集まってきちゃったで、中が、中がアイレネのブラウスになります。アイレネももしや、もしや、そうディレクションしてるほんとさ、何人分働く、ね、そしてパンツが、パンツがマルジェラです。で、靴が、靴がバレンシアガで、うんうん、あとはシャネルのバッグになります。なるほど、じゃあさすこのバランス感さすがだと思った素敵でございます。次はですね、デニム祭りな一日でお願いします。はい、よどん、おデニム祭り、デニム、これは何ですか。ドレスだったんだけど、うんうんうん、開け前を直して開けてコートにしちゃいました。本当はここがつながっててこういうコートだったんだけど脱げないと思って、確かに開けちゃ、切ってくれと、切ってくれと。後ろはこんな感じになってます。へー、面白い、うん、下にトーンを合わせてデニム風ニットの上下を着てみました、うんうん、靴も、靴もデニム、ジャンビトロッシで、ジャンビトなんですね。そしてこのモハモハは色を合わせてバッド東京っていうハーパスバザーのエディターの林田さんが作ってる手作りのバッグ、うんうん、デニムもでもいろんなトーンがあるからなんかこうグラデーションが面白いですね、うん、そして最後は家着、猫と戯れるです。はい、お願いします。はい、舞妓さんできたようなんで行ってみたいと思います。舞妓部屋ですね、リステア2階でございますその格好その格好やほこれですか、猫マヤコさんちの猫ですか。うちの猫ではないけどよその猫ですけど、マヤコさん その家でのイメージあんまない。そうですよ ね、 ね、なんかウエストがゴムって感じ
ウエストがゴムって感じですか。ウエストがゴムって感じ。こんな感じでくつろぐ、つるっとしてますね。つるっとつるっと、プラスここら辺にいつもなら猫がいる感じですかね。まあそうですね、膝には来ないけど。来ないんだ。ちょっとツンケンしてる子なので飼い主に似ちゃってトップスは、トップスはルシェルブルーで、うんうん、なんか猫がニットの手触りが好きで踏んでくれるので、踏んでくれる、穴が開いても、ね、ニットを着るようにしています。なるほど。そして、下が、下がフランキーショップって、パリとニューヨークにお店があるカーゴパンツをオンラインで買いました。ここは、ここはなんかちょっと今日はそうは言っても人に見られるのでおめかししてみました。指紋温度車の、ヘアピンを。猫アレルギー治った？治りました。猫アレルギーの猫が好きで猫アレルギーを克服したという異業の持ち主です。1ヶ月半の断食ね、結構長かったでしょ。はい、6スタイリング見させてもらいましたが、どれもこれも見どころ満点ですね。一番でも私的にはこのスタイル好き。あら、やだ、なんか知らない舞子さん教えたようで良かったです。そして皆さんはどのスタイリングが良かったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あと、もうちょっと舞子スタイルが見たい人は、ぜひリスティアにも足運んでもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。